恐ろしいやつ。ならばこちらも聖なる力を見せつけるとしよう。やるぞ、準備せよ。彼らがあなた方を殺すつもりだったのは明白、そうは思いませんか。ですが安心するがいい、私がお前たちを守ってやろう。俺たちは何をすれば。理解が早くて助かります。私が求めるものは一つ、大司教殺しの真実を周知させることです。あなたたちの得意なやり方で。もちろんだとも。真実を大いに報道させてもらう。あんたが私たちを守ってくれたことも記事にしよう。頼む、俺たちを助けてくれ。いいでしょう、皆様をお助けするとこの私が約束します。ただしお前はダメだ、エドワルド王。なぜ、ヨウが何をしたと。黙れ。貴様は偉大なるリムル様を愚弄した。その罪は万死に値する。貴様など助ける価値がないと知れ。お願いします、何とぞ、どうか何とぞ、ヨウも、いや私もお救いください。全て差し上げます、金も地位も王位も譲ります。王位ですか。そういえば英雄ヨウムがエドマリス殿の後見人になっていましたね。彼こそこのファルムスの地を導くにふさわしい男だと思うのですが、あなたはどう考えますか。私もそう思います、彼は見どころがある。君たち、私はヨウム殿を後継者として公に発表したい。これも記事にしてくれるかね。英雄王の誕生ですね。これは大々的に宣伝しないと。いいでしょう、これで計画は満足のいくものとなりました。あとはゴミの始末です。貴様が悠長に話をしている間に準備は整った。デーモンめ、覚悟するがいい。この魔法より逃れる術はない。トリニティブレイク。緩やかに滅びゆく世界の中で何もできぬ絶望を知れ。発動、ディスペアタイム。なんじゃこれは。魔法が消えた。バカな。自分たちの愚かさを深淵の底で悔やむがいい。待て、こんなことが。おい、こんなことはなかりとあってなるのか。こんなこと何もできぬ。さて、リムル様にご報告差し上げなければ。